よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、コロナ、ね、世界中いろんな経済影響出てますけれども、はい、今年のですね、はい、世界経済そして日本経済の見通しについて伺えればと思います。はい、まず日本経済についてはですね、去年に比べれば、結構良くなったんじゃないかなと思っています。で、理由としては去年がやっぱりコロナで行動制限の発出が 半分以上がそうだったと思うんですね。なんですけども今年は経口薬も普及始まってますし、でおそらく年内には指定感染症の見直しも進むと思いますので、そうなると最終的にはコロナに対する恐怖心がインフルエンザに近いところまでいくんじゃないかなとなると、去年は最悪だった、サービス関連産業のところが結構盛り上がるんじゃないかなということを期待しています。ただ一方で世界経済ですね、去年の今年の減速すると見ています。で、理由としては主に、米中なんですけども、アメリカの方はですね、これまで景気が回復したってこともあるんですけど、インフレが加速してですね、本格的に利上げの局面に入ってますから、そうなるとやっぱり減速は避けられないと。で、もう一つは中国の方がですね、やっぱこちらも不動産価格が上がりすぎちゃったことによる、不動産価格の調整であったりとか、環境対応で電力不足だったりとか、あと一番警戒されるのが、ゼロコロナ政策を強力にやってますから、中国は去年 8% ぐらい成長したんですけど、今年は割と 4% ぐらいの成長に減速するということなので、海外経済は去年回復した分減速、日本経済は去年回復しなかった分今年回復と、そんな感じだと思います。その中で海外経済が減速することに対して岸田政権としてどういう政策を取っていったらいいかというのはありますか。やはりですね、結局日本経済ってまだ完全雇用というか正常化してないわけですから、金融政策、財政政策が非常に重要だと思うんですけれども、ここも一つリスクなのがですね、実は日銀の人事というのはですね、今年の夏に新任2人、来年の春に、執行部ですね、総裁1人、副総裁1人全部変わるというところで、ここで引き続きこう金融政策に積極的な人事をすればですね、アベノミクス継承ということでいいと思うんですけど、それがそうじゃなくなるとですね、ちょっと一つリスクだなと思いますし、あともう一つが、私もね、経済が元に戻れば増税してもいいと思うんですけど、戻る前にですね、増税に舵を切られるとですね、それこそアベノミクスの時の消費増税みたいに、途中で景気を腰折ってしまう可能性がありますので、そこが非常に注意が必要かなと思います。もうちょっと中長期の話で、コロナが明けた後、もし今のようにですね、リモートがどんどん進んでいくと、例えば国内でいうと消費の環境が、毎日会社に来ないから会社の前の居酒屋に行かないとかっていうこともあるでしょうし、あるいは東京の丸の内大手町のオフィスが床が返されるとか、いろんな形で変わってくると思いますけど、その変わることを見越して、政策的にはじゃあどういうことをすれば、その変わる中で後押し、経済後押しになるかっていうのは、そうですね、まず一つはやはりそのある意味だから産業構造が変わるってことだと思いますので、そうなるとやはり適材適度適所にですね、労働市場がこう動くというようなところが必要になってくると思いますので、別に会社辞めなくてもですね、いろいろ対応が変わってくるということになると、岸田政権もやろうとしてますけども、やはり人的資本投資というんですかね、人材のところですね、リカレント教育ですとか職業訓練なども含めて、やっていく、しっかりとお金を使って、底上げしていくというところが必要ですし、あとはそうですね、企業側も例えばその旅行なんかで行ってもですね、例えば旅行は多分ニーズが根源的にあるので戻ると思うんですけど、多分その出張とかですね、普通のこう通勤がなくなってくると、例えば交通系の業界厳しいわけじゃないですかっていうところで、政府も、ね、やろうとしてますけども、新たな需要でいうと、例えばよくねワーケーションとかやりますけども、そういった場合新たな市場をこう作っていくようなところに、後押しをできるような、政策的支援といったんですかね、そういったところも必要になってくるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。浅尾慶一郎と直接お話ししませんか？誰にでも何度でもチャンスのある社会を。詳しくは公式サイトから。